どうも斉藤紳士でございます。さあ今日も雑談会でございますけれども、小説を書こうということでですね、いろいろ小説を書くときに困っていることみたいなのあると思うんです。小説を書く上での悩みみたいなことですよね、の今日はね、一つ紹介して、僕もこういうふうに悩んで、解決しているのかどうかわかんないですけれども、というようなのを紹介したいと思いますけれども、まずね、小説をじゃあ書こうと思った時に一番最初に思うことって何について書くかでしょう。ね。何について書こうかな。真っ白な状態。何のこと書こうって思った時に悩みません？やっぱね、悩むんですよ。特に、ある程度名前のある人とかであれば、今回はこんなの書いちゃおうかな。何気ない日常書いちゃおうかな。でもね、それは名前のある作家さんだからできることなんですよ。名前のない僕らみたいなね、人間が新人賞を取ろうと、世に出ようこれでって思った時に何気ない日常を書いちゃいましたみたいなのを言っても、うるせえバカと言われるだけなんですね。だから何気ない日常っつってもその中に何かをこうしっかり書いていないと、ただぼんやりとね日常を書いていてもなかなか読んでくれないと、いうことを考えたら、例えばちょっとね、自分は人とは違う経験をしてきた、例えばこんな変わった仕事をしてきたとかですね、こんな変わった身内がいるとか、そういうようなことをテーマに書くっていうことは一つできると思うんです。でももちろんそれはそのことを書くだけではないですよ。例えばね、最近砂川文治さんとかね、芥川賞受賞されましたけれども、あの方なんか自衛隊にいたということで、自衛隊のお話をよく書くんですけれども、自衛隊で働いていたから自衛隊の日常を書こうね、朝何時に起きましたみたいな、こんだけ訓練をしましたみたいな言っても、それはただの日記なわけで、そこを小説にうまいこと落とし込めないといけないんですけれども、とりあえず何について書くかってなかなかこう思いつかないですよね。僕ならば芸人について書こうかとか思いますけれども、でも芸人の世界のことをポッと書いたらですね、もう今目新しくもなんともないんですよ。なんだったら、いやもういいからって、もう飽きましたみたいなこと言われるんですよ。だから僕は書かないんですよ、芸人の話は。もうね、僕はデイゲームっていう作品で最初書いて、で群像で、高橋源一郎さんにまだ火花出たばっかりだから、やめてって言われましたから、もうやめます。はい。あの頃はちょうど本当にまだ火花がね、熱々やった頃やったんで、時期も悪かったんだと思うんですけれども、というように、テーマって難しいと思うんですよ、決めるの。で、いやいや、僕はもうそんなね、ごく普通の生活しかしてないし、そんな劇的なことなんてないんで、テーマは難しいです、題材を決めるのは難しいですみたいな風に思った方は、やっぱりこれはね、小説作法の本に、よく載ってましたけれども、もう何も書く題材がない、困ったって思う方は家族のお話書いてください。いや、うちの家族なんて平平凡凡ですよって思うかもしれないですけれども、家族って、ね、本当にこうなんていうんですかね、決まった形のごくごくありふれたって自分では思ってるかもしれないですけれども、それが他人から見たら、いやそんな家族ないよみたいな、面白いでそれっていうような部分もあるので、家族について書くっていうのは一つの脱出方法なのかもしれませんね。っていうように、題材っていうのはね、なかなか難しいと思うんですよ。特に僕らみたいな見向きもされない人たちは、劇的なねお話とか、例えばサーカス、生まれた頃からのサーカス団員ですみたいなのであれば、絶対サーカスについて書きますよ。ただもちろんそこに哲学的な何かがあったりとか、考えさせられるような何かっていうのはもちろんないといけないんですけれども、でもそんな人たちじゃないでしょ皆さん。サーカス団の団員でした？家族で家族で日本中を回ってるようなサーカス団でした？皆さん違いますよね。だからやっぱりね、なかなか苦しいとは思うんですけれども、でもだから力のある作家さんって、そんな特別な病気だとか、特別な、境遇にいたとか、そういうものがなくてもきちんと素晴らしい作品っていうのを出してますから、そこを見つけるっていうのはなかなかこう難産だとは思うんですけれども、それができるようになったらば作家としての第一歩なのかもしれませんね。今からね、3月末ちょうど終わったら、皆さん多分真っさらな状態で、さあ次何書こうかというふうになると思います。そういった時のね、一助になればいいかなというふうに思って、結局何の答えもないんですけれども、はい、とりあえず困ったら家族のことを書こうというね、ことでございます。はい、というわけで今日は以上でございます。どうもありがとうございました。